今ちょっと歌ってみてほしい。にしシンダーカイトシェダーネヨントファンダジメイにしリソダンランダチジにしユスジメって感じ。ソイランをぜぜかしいでんでん。でもね、中国語はね、歌の方が簡単。いや、語弊があるかもしれないですけど、これを、なんだろう、にしシンダーカイトジュダネイロンって中国語で唱えろって言われたら、歌よりそっちの方が絶対に難しいと思うんだよな。あの、中国語には成長があるっていう話をずっとしてたと思うんですけど、その、喋る言葉にも4通りの音程があって、それを組み合わせて喋らなきゃいけないみたいなのが、歌だと一応それが、まあ、全無視ってわけじゃないけど、ほぼ無視して音程通りの歌い方をすればいいから、成長を覚えて発声しないと分かってもらえない言葉よりも歌の方が簡単だと思います、多分。なんでそんなに歌を覚えたりとかっていうのは苦労なかったような。多少なんだろう、中国語のピンが空で読める人なら歌の方が簡単かもなと思いました。いやでもそれとは別にね、ちはやななみがねめちゃくちゃ歌うまいからね、そっちの意味で普通に緊張しましたね、中国語で歌うことよりも。うん、そう、私の中では中国語で一番難しいのはリスニング、その次に発声、その次に読み書きって感じ。もう噛むこと。